福島県道、宮城県道38号相馬渡り線は、福島県相馬市から、宮城県渡り郡渡り城に至る県道である。相馬市の塚の町交差点から、松川浦へ通進、松川浦、漁港、相馬工業港、釣りし浜漁港、磯浜漁港と太平洋沿いに北上する。一車線区間が多く地域の生活道路としての、側面が大きい。 相馬郡新地町内ではバイパスが建設中である。終点付近の渡り郡渡り町では、在来の集落を迂回するバイパスがある。東日本大震災発生以前は、福島、宮城県境付近から渡里町内までは、JR 常磐線と並行していた。並行する国道6号よりも信号が少なく、かつ、交通量が少ないため、 仙台市や仙台空港福島県小僧地区を結ぶ抜け道、さらには高校駅伝などの行動レースの会場として活用されていた。東日本大震災による津波ではほぼ前線に渡って被災したため路面が荒れており、また県道であることを示す標識や看板等はほぼ流出しているため通行には注意が必要である。現在防災の一環として、 内陸移設された常磐線新地駅、山下駅間の急線路盤を盛り土して高さ5から7メートルの堤防道路へ転用する工事が行われており、完成するとこちらに県道が指定変更される見通しである。相馬市、細田付近山元町手稼あざ笠野付近渡り町、吉田付近。後方には建設中の常磐自動車道が見える。 道路元況福島県土木部福島県法、定例2922号福島県国寺第547号、主要地方道相馬渡線の道路が一部、共用開始しました福島県省総建設事務所、福島県法、定例2985号福島県国寺第209号、主要地方道相馬渡線、一般県道新地停車場り線の道路を一部、 共用開始します。福島県省総建設事務所平成31年3月29日付、定例第3092号福島県国時代283号、福島県の協領昭和58年度版、福島県土木部東日本、大震災被害調査報告株式会社へと、日本技術開発。 浜畑橋川田工業福島県の協梁昭和61年度版福島県土木部福島県路線図福島県土木部 S 道路法第56条の規定に基づく主要な都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省国時代1275を建設省主要地方道相馬あたり線坂本山寺復興道路の全線供用開始について 宮城県、2021年3月26日閲覧、ありがとうございます。